ありがとうございました。それではトークをここまでとさせていただきまして、最後に、本日の主催をされた在日チベット人のソナムツェリンさんからちょっとお話をさせていただきます。ソナムさんお願いします。今回本当に皆さんにこういうたくさんの方集まってくれて本当にありがとうございました。なぜか私が今回こういう慈悲を生けるのを見せられた方というのは本当にチベットのこういう見た通り、今これは本当にもう昔のことです。それは今も本当にチベットのことはいろいろ変わっていません。全く同じ、今もこういう感じで続いています。本当に宗教の自由とか教育の自由とかそういうのも本当にないです。だからこそこういう皆さん本当にチベットのことをちょっと知りたくて、そういう今回そういうやりました。それで本当に僕は日本来てまだでもじゃないですけど本当に5年ぐらいですよ。それでちょっと日本語もあまりちょっと良くないと思いますけど、でもちょっと頑張って本当に日本語で話したいと思います。それでは本当に個人のことですよ。僕のお父さんはカムの出身ですよ。このカムの出身、お母さんはウツアの方です。それで自分の家で本当に夜そういうみんな家族を集まるときにおじいさんが今3年ぐらい経ってるんですが81歳亡くなりました。そのおじいさんが本当に毎日ご飯食べた後そういうちょっとボケはボケてるんですけどね、本当に毎日夜私の本当に動物たくさんいます。チベットに羊やとか馬とかたくさんいます。これが今から迎えに行かなきゃダメですよとかそういうのを毎日そういう言ってるです。それで本当にそういうのはもちろん私のおじいさんだけじゃなくて本当にそういうのは昔のおじいちゃんおばあちゃんもたくさんそういう気持ちがもう本当にあると思います。それで本当に僕も本当にそういう何回も聞いて本当にこういうのはチベットで全部自分のもちろん家とかも全部残してこういう人の国にネパールですけどもネパールに亡命してここでずっといて本当に毎日そういう自分の国を変えたくてもそういうならないですよ。それでそういう今回そういう自分も本当にそういうのはおじいちゃんおばあちゃんみんなお父さんたちの時代には本当にチベットを戻ることをできなかった。でも僕の時代は本当にチベットを自分時代に向こうに戻って平和的に自由的にそういう本当に気持ちたくさんあります。ちゃんと戻って向こうでちゃんと生活して普通の皆さんやってる生活とかそういう本当にしたいと思う。本当に結構強いです。だからこそ本当に今回そういうやってるのかなと、これからも本当にいろいろもうチベットのことをやりたいと思います。それとあとはあとは本当にチベット人はたくさん外国に住んでるんですけども、インドとかネパールのは本当にちょっとそういうのはもちろん自分人々はチベット人たちには本当に今は現在国はないじゃないですか。みんなご存知だと思いますが、それが本当にすごく向こうで本当にそういう中国の共産党のデモとかそういう自分の自由とかそういうデモとか平和的にデモをやるときに本当に厳しい、多分テレビで皆さん見てると思うんですけど、本当に本当に辛いとかそういう悲しいとかたくさんあります。それで本当に私たちは本当になぜかそういうデモとかやってるのかとか言ったら、チベットに本当に平和自由そういうないから私たちはそういう本当になってほしいってことを世界中でデモやったりとかそういうあれです。
ません。だからこそ本当にこういう私たちは本当にチベットのために本当にそういう普通の生活とかそういうなるためにこれからも頑張りますんで、皆さんも本当にそういう私たちを本当に力を貸して本当に皆さんと一緒に頑張ってと思います。これからもよろしくお願いします。あとは一つ本当に僕たちは中国共産党のことをちょっとそういう何だっけ、チベット問題とかね、本当に自由とかそういう言ってるんですけど、本当は中国人々のことは嫌いとかではじゃないですよ。僕たちは本当に今回そういう大地震とかあって、もちろんミャンマーとか中国ももちろんチベット人もそういう本当にたくさん大変とかなってるし、その亡くなった方たちに本当に毎日私たちは本当に僕おじさんで本当に毎日お祈りしております。それで皆さんも本当にそういうのもし時間ある方いらっしゃったら、本当に毎日7時からそういう世界人々幸せ平和、それから本当にそういう亡くなった方たちために私たちはちょっとお祈りしておりますので、皆さんもし時間あればぜひ7時半から毎日じゃあ7時から8時から7時間やっております。皆さんよろしくお願いします。